気候変動、国際情勢の不安定化、少子高齢化や国際競争力の低下、国内外の社会課題は複雑化するなど、未来を生きる日本の若者を取り巻く環境は大きく変化しています。世界の多様な人々と共同し、新たな価値を創造するグローバル人材育成の必要性は高まる中、2020年から続くコロナ禍により海外への留学者数は大きく減退しました。そこで2013年にスタートした飛び立て留学ジャパンは、日本人学生の海外留学者数をいち早くコロナ禍前の水準に回復することを目指し、新たなビジョンを掲げて2023年度から2027年度までの5年間、飛び立て留学ジャパン第2ステージを実施しています。事業の柱のうちの一つが新日本代表プログラム。留学機運を再び盛り上げることを目指し、民間寄付を 100% 原資とする返済不要の奨学金を提供し、若者の留学をオールジャパンで応援します。学生等の関心に基づく実践的な海外での学びを支援し、若者の世界での活躍を促進し、国際頭脳循環を活性化します。多様な興味関心に基づく留学を支援するコース設定と、多様な人材へ留学機会を提供することにより、将来的に自ら社会に変革を起こしていくグローバルリーダーを育成します。2023年10月からは、新日本代表プログラムの大学生等向け第16期派遣留学生250名の募集をスタートしました。成績、語学力不問、28日以上1年以内で自由に留学プランが描け、インターンシップやボランティアなどの実践活動が含まれた計画を支援対象としています。事前事後の研修や飛び立てコミュニティへの参加を通じた学びとネットワークが広がることも大きな特徴です。この動画では、応募や選考のスケジュール、求める人材像、支給金額、募集コースの概要、募集説明会についてご案内していきます。応募から選考のスケジュールはご覧の通りです。10月に募集要項を公開し、12月からは応募申請の受付を開始する予定です。書面審査、面接審査を経て、選考結果を6月下旬までに発表する予定です。その後、総公開、事前研修を経て、2024年8月1日から2025年3月31日の間に随時留学を開始していただきます。2024年春に入学する新大学1年生の応募も可能です。応募申請ができる期間は、入学後の4月1日から4月25日と短いので、留学計画だけでも早めに練っておくと安心ですね。次に、求める人材像についてです。明確な目的に基づいた実践的な海外での学びを自ら計画実現し、将来的にそれぞれの領域、それぞれの適性に合ったリーダーシップを発揮し、活躍する意思のある学生等を求めます。具体的にはご覧の通りです。それでは、支援内容についてご説明します。支援期間は28日以上から1年です。留学先地域によって12万円または16万円の月額奨学金と、留学準備金としてアジア地域は15万円、その他の地域は25万円が支給されます。また、留学先の大学等で支援対象となる場合に、授業料の支援が30万円あります。次に、募集コースについてです。留学計画の内容により、3コースから選んで応募しましょう。イノベーターコース、自ら課題を設定し、解決に向けて試行錯誤し、独自の構想力を持って既存の枠組みを超えた新たな価値を創造しようとする挑戦的な留学計画。スティームコース、日本および世界の社会課題解決のための技術革新や新産業創出に貢献するスティーム領域における留学計画。ダイバーシティコース、派遣留学生の専門領域における課題解決に取り組む多様な学生等の留学計画。もっと詳しく知りたい方のために、募集説明会についてご紹介します。募集説明会は10月から随時開催しますので、概要欄の公式サイトの詳細ページをご確認ください。最後に、
新日本代表プログラム16期生へのご応募を検討されている皆さんへ、先輩飛び立て生からメッセージです。留学に興味がある方はぜひチャレンジしてほしいと思います。留学は自分に合っているか合っていないかとかは頭で考えててもわからないので、まずは行くっていうことを目標に頑張ってみてください。こういった経験はできるだけ早くした方がいいし、長い期間行くことで気づくきっかけも増えると思うので、長い期間の留学をお勧めします。手を挙げてまずチャレンジする人を心から応援しています。